新世界の通天閣近くに3月13日三井のリパークとハローキティのコラボレーション駐車場がオープンしました。ハローキティ一色のコラボ駐車場は国内6カ所目で、関西では初の開設となります。初日はハローキティも登場して花を添えました。こっち側とか行きます。以上、新世界から安倍の経済新聞がお伝えしました。